お？こいつ。どうやら古い壁画のようだな。描かれているのは始まりの大樹でしょうか。でもこれは、うん、まるで大樹が地上を滅ぼしているように見えるな。どうでしょう。大樹はエタニア王国に繁栄をもたらしたはずでは。どのね、あれ見る。あれはバッハの塔にあったモノリスと同じものだね。まだ完全に戻っていないようだな。ならばそこの壁画を見て驚いたであろう。始まりの大樹は龍種からエタニア人を進化させ繁栄の礎を築いた。大樹信仰はあるエタニア人どもが作り上げた絵空ごとに過ぎんのだからな。絵空ごと。大樹がもたらす大いなる進化とは種を成長させることではない。外的環境の変化に対する適応者を選択し不適応者を淘汰する原理なのだ。どういうことだ。壁画にあるのは大樹が一定周期で地上に天変地異を引き起こす。それに適応して生き残った者に加護を与え、生き残れなかった者は淘汰する。選択と淘汰による生命の選別、それこそが大樹本来の役割なのだ。この地上を保っていくために必要なことだからだ。そしてこれに伴う淘汰のことを我々はラクリモサと呼んでいる。エタニア滅亡もラクリモサの一つに過ぎず回避できるものではなかったのだ。何を馬鹿げたことを。その話が本当だとして、あなたは何者でどうしてここに。我らを拒否したお前がどう行動するか見届けさせてもらおうと思ってな。拒否。
私があなたたちを。今日のところはほんの挨拶代わりといったところか。この後、お前がどこまで抗えるものか、楽しみにしておくとしよう。待って、まだ話が。消えたか。大樹がエタニアを滅ぼしたなんて、さすがに嘘だよな。嘘だと言える根拠はこちらにもないかもしれません。とにかく私たちにはわからないことが多すぎます。そうだね、状況を一度整理した方がいいかな。だなね。大丈夫、心配しないで。アドルさん、とにかく一度墓所から出よう。